若い世代をいかに取り込むか、大手企業も採用に積極的です。大手住宅メーカー積水ハウス、住宅工事を担うグループ会社の積水ハウス建設は昨日、新入社員に大工の技術などを教える訓練校の入校式を開きました。多くは高校卒業から間もない年代です。今日から皆さんは、住宅施工のプロフェッショナルとしての第一歩を踏み出すということになります。住宅施工はね、1ミリ単位の精度を求められる大変厳しいものです。この訓練校は確実に学び取ることができる。新入社員代表は、一人前のクラフターに成長できますよう努力することをここに誓います。クラフターというのは大工のこと。積水ハウス建設では今年度から大工の呼び名を階級別にホープやクラフター、マスタークラフターなどと刷新しました。今年度の採用は昨年度の 3.4 倍にあたる134人。女性についてはこれまでの女性社員数とほぼ同じ人数にあたる16人を採用するなど、多様な人材を集めました。採用にあたって他にも大きく変えたことが、まずはユニフォーム。実はこれ、若者に人気のアパレルブランドビームスがデザインしたもの。現場でのイメージアップなどを図る目的で去年導入しました。30年ほど前に入社、現在48歳の長石さんにしてみれば、昔はね、やっぱニッカポッカとかそういうの履いてましたね。やっぱ自分らで買って、もうバラバラな服でやってたんですね。もうちょい若かったらね、似合うんですけどね。十分お似合いです。似合ってないんちゃうかなとかね。クラフターという今風な呼び名に、ブランドデザインのユニフォーム。それだけではありません。まずは給与が大幅に増加。初任給を月収ベースで最大 9% 引き上げ、19万5000円としました。さらに休日については、一般的なサラリーマンと同じく年間125日を確保。業界ではまだ珍しいそうです。さらにさらに、昔は先輩の背中を見て学べなんて言われたスキルアップも、能力ごとに細かく評価する制度を導入しました。ところでなぜここまで会社が若い人材の獲得に躍起になるのか。それは、現在建設業界では60代以上が全体の4分の1を占めていますが、10年後にはそのほとんどが引退すると見られていて、今から会社の基盤を支える若い人材を育てる必要があるのです。訓練校の寮では、栄養バランスの考えられた3食付き。そのお味は、美味しいです。自炊やったらなんかカップ麺とかなっちゃいそうなんで、自分やったらこれで用意してくれるのは嬉しいです。フィリピン出身で小学4年生の時に来日したアルビオラさん。高2まではその大学希望だったんですけど、その事情、家庭の事情があってその難しくなったんで、就職になったんですけど、就職でもその自分の夢を追いたいので、そのこの業界、選んで積水ハウスに入りました。工業高校や専門学校で建設を学んだ学生だけにこだわらず、知識のない学生も数多く採用。一旦学んでから現場行こうってなって、その不安がちょっと和らいだみたいな。自分で家族の家を、大きい家を建てたいなって思ってます。
今回入校した3人の女性、厳しい、体力的にきついなどのイメージがどうしても残るこの業界ですが、不安はないのでしょうか。力の差はあるので、そこが補えるようになれるようにしたいです。やっぱりその家ってすごい大事じゃないですか。なのでその細かいところも大切ですし、お客様に寄り添えるようなクラフターになりたいです。私たちの後の世代の人たちに、私たちが活躍する姿を見て、私もこうなりたいなみたいな風に思っていただけるようなクラフターになりたい。どちらかといえばネガティブな情報の方が発信されていることが多いと思うんですよ。若い人たちが少し入り口としては入りやすい魅力のある職場だというふうに感じてもらえたからだというふうに思います。